オーストリア北部鉄道とは、オーストリア帝国最初の蒸気機関鉄道であり、後に現在に続く、オーストリア連邦鉄道の鉄道線の一つである。路線番号は901。オーストリアとドイツチェコポーランドを結ぶ南北連絡列車として機能している。ウィーン北駅北部鉄道には、ボヘミア方面へ延伸され、工業地帯も通る主要路線として正確があった。 しかし同時に、ウィーンに塩を供給するための路線としての一面もあり、プロイセンのオシフィエンチムを経由して、クラクフ、ボフニアまで通じていた。地質学者で、鉱山専門家であったフランツ・リープルは1830年ウィーンから、クラクフまで、鉄道の建設するこのを構想した。ザーロモン・マイアー・フォン・ロート・シルトは投資者として、探し出された。リープルは、 鉄道建設の経験を積むために、イギリスへ派遣された。リープルの帰国以後、ロートシルトは初めに、フランツ2世に建設許可を請願したが、皇帝はそれに関して否定的に答えた。それでもロートシルトは準備作業を続いて、相当ルートの馬車鉄道を買い取って、リープルは、鉄道施設を設計した。フランツ二世の死後、ロートシルトは建設許可を再び申し込んで、 メッテルに飛行尺とコロブラと白爵の支援によって、フェルディナント一世から許可を獲得した。1836年3月4日にロートシルトは、ウィーン・ボフニャ区間に、蒸気機関車鉄道敷設のための無期限の特権を獲得して、皇帝フェルディナント北部鉄道という路線名を提案した。約 600km の路線距離は、イギリス以外で最も長い距離の一つであった。 鉄道建設の特権は、ブルのオロモーツ、オパバ方面鉄道路線の場合にも含まれていた。1837年3月スティーブンソン工場とテイラー工場で製作された6機の機関車は、部品の形態で、トリエステ港に、船舶編で到着した。機関車部品は、ゼメリング峠を経てウィーンまで輸送されて、スティーブンソン工場の技術チームは、 ウィーンの試験線路でオーストリア技術者の教育や技術指導を担当した。1837年11月フロリドスドルフ、ドイチバグラムの1 3トル区間で列車の試運転が行って最後の日であった11月23日は蒸気機関鉄道のオーストリアで最初に開通された日であると考えられている。 1838年1月6日からウィーン北駅で旅客列車の運行が開始された。1839年7月7日にドイツバグラムブルジェツラフ区間及びブブルジェツラフブルノ区間が開通された。北部鉄道は1906年10月にオーストリア側議員で構成された帝国議会で可決された法案により1906年1月1日の 訴求適用で国家の所有となった。北部鉄道の運営は1907年1月1日に帝国鉄道により引き受けられた。国有化の際は関連企業の所有したオストラバ周辺の多数の鉱山鉄道や炭鉱などは北部鉄道の所有として残った。1918年11月より北部鉄道はオーストリア国営鉄道の所属となって、 国営鉄道はまた1923年連邦鉄道と解消された。オーストリア・ハンガリー帝国の解体とチェコスロバキア共和国の成立により北部鉄道は多い領域を失った。1918年オーストリア側の路線はベルンハルト・スタール北側の国境線まで短縮された。ブルノとクラクフ方面の路線が分岐するブルジェクラフ駅はその時から チェコスロバキア領となって国境統制が行われた。オーストリアとチェコスロバキア間の列車通行は経済的関係と同盟関係のため保存された。国境線の南側に三角線は転車台なしに蒸気機関車を回転する目的で設置された。第三帝国時代にシュトラスホーフ駅舎は急増する通行量のため拡張される予定であった。 工事は1944年始まったが、戦争のため駅舎は、機能できなかった。駅舎は、現在に、鉄道博物館として使用されている。1945年以後、鉄の幕が降りて、下オーストリア州の区間は1955年まで、ソ連軍の天領下にあった。通行量は、急激に減少し重要度も下げられて、1945年戦災で、 ひどく破壊されたウィーン期待機を復旧する計画さえも構想されないほどであった。1945年4月に破壊されたドナウ川鉄道橋は1957年通行可能となった。旧期待機に至る区間はその橋梁と1959年に連結された。通行不能の間に列車は北西線のロシアループと通行可能であった。 他の鉄道橋を経由した。長距離列車は1945年以後ウィーン南駅から発着していた。1959年ウィーンゲンゼルンドルフ区間の S バーン計画により、プラーターシュテルン駅はウィーン北駅廃墟の隣に新設された。通勤鉄道の運営は同年6月1日フロリドスドルフ中央税関駅区間で始まった。 1962年1月17日に S バーン、市内線は、マイドリング駅まで延伸され、同じ日にトライゼン通り駅が新設された。1980年代に、ウィーン地下鉄の建設が進行され、いくつかの地下鉄の乗り換え駅は生成された。北部鉄道は、レオポルダウ駅とジュースブルニ駅の間で、ラー線と交差している。S バーン市内線は、南駅より、 ウィーンの公共交通とよく連結されていたので、その案件は、ラー方面の S バーン路線を、市内線から導き、北部鉄道から2本の曲線線路で、ラー線を連結することに決定された。1983年9月25日ラー線の S バーン路線は、この連結線でミステルバッハまで延長された。チェコが2004年欧州連邦の加盟国となって、 2007年12月21日に、シェンゲン協定は、チェコ国境にも有効となった。それで、旅券検査はオーストリアから、チェコ方面の列車ではもう行われない。2014年12月から、ヨーロッパ列車制御システムのレベルには、従線ブルンベルンハルスタール区間で採用されている。ウィーン機待機の給水塔は、正方形のレンガ作りコンテナと、 ピラミッド型屋根の構造で文化財として保存されている。2012年給水塔の小屋組部分が改築された。倉庫建物として使用された北部鉄道館では2017年から2019年まで文化行事が開いた。長期間使用の可否は論議された。2019年11月10日に大きな火災によりその会館は損傷を相当に受けた。 ウィーン・ベルン・ハルスタール区間は、東部地域運輸連合の運賃システムの適用区間である。ビーン・ブルジェツラフ・ベルリン・ワルシャワ間に、1日1往復が運行されている。列車種別は、ベルリン方面の車両が、ナイトジェット、ワルシャワ方面の車両が、ユーロナイトである。ビーン市内は、ジンメリンクを経由する。ブルジェツラフ・イホクは、チェコ国鉄330号線に直通する。 2018年以前は、全車両が、ユーロナイトとして運行し、ブルジェツラフホ北で、チェコ国鉄250号線経由で、プラハに直通する車両を連結していた。グラーツ・ビーン・ブルジェツラフ・プラハ間に、2時間に1本の運行。ビーン市内は、ジンメリンクを経由する。ビーンイナンは510号線に、ブルジェツラフホ北は、チェコ国鉄250号線に直通する。 快速相当。下記系統が運行される。普通相当だが、途中駅を一部通過する。下記系統が運行される。以下では、オーストリア国鉄901号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。優等列車はすべてジンメリンク経由で、ビーン市内に直通する。なお、 自由センブルンカール大帝通り間は 6.9km。すべて各駅停車。ありがとうございます。